ああ、ジョージ、目を覚ましたんだね。意識ははっきりしてる？記憶喪失？何も覚えていないのかい？それは困ったな。君はこれから僕たちの組織で働いてもらわないといけないからね。キッズルームはフロイ・アンダーソンの提供でお送りします。僕はバーチャルアイドルのテトだお。みんな歌を使って僕に歌を歌わせてよ。バーカエルの歌がとカエルの歌が、あはは、君も一緒に歌おう。え、あいうえよ、あかさたな、わたしはうたきめと、わたしはうたひめ。あなたの声が歌になる。さあ一緒に歌う。こんにちは、僕は君の専属オペレーターです。このメッセージは受信できている？はい。ありがとう。それでは早速だけど、君のリハビリを始めるとしよう。少し待ってほしい。俺は至って正常で、気違いのふりをして、無罪になる気はない。この治療が、顧問弁護士の差し金なら、余計なお世話だと伝えておいてくれ。いや、検査の結果、残念ながら君は、ある種の乖離性障害、本当に心の病気だったんだ。すごくさっくり言うと、それは自分の世界が、空想や他人事のように見えてしまう病だ。例えば家族が目の前で死んだとしても、君が感じる恐怖や悲しみは、健常者に比べてかなり少ないだろうね。犯罪者やサイコパスは、多かれ少なかれみなそういう性格だろう。サイコパスとはちょっと違う。それに君の場合、密売組織に洗脳状態で働かされ続けて、心の病を患ってしまった。その経緯を鑑みると、君の病気は先天的な障害に比べて、はるかに回復の見込みがある。せっかく君は真面目に罪を償う姿勢なんだ。心から反省することができるようになるためにも、ぜひこのリハビリを受けてほしい。わかった。それで、俺はどうすればいい？まずは君の手元にあるヘッドセットとゴーグルを装着してくれ。こうか。ん？ああ、テスト。なるほど、声が自動で文字に。バーチャルチャットはうまく作動しているようだね。さて、今からこの画面で、とある物語を再生する。君はその物語の中で、自由に動き、そのチャット機能で登場人物と会話することができる。そこで君には、物語の中の1キャラクターを演じてもらう。演じると言っても、君の体は一種の催眠状態で眠っているから、夢の中で行動するような感覚だ。操作はすぐになれるだろう。OK。それから、物語の選択分岐には限りがある。君が劇中の登場人物に、極端に危害を加えたり、あまり遠くへ行っても、強制的に物語本来の展開に押し戻されてしまうからね。最後に、何か質問はある？特に。あ、その物語で演じるキャラクターは、どんなやつなんだ？いや、例えば、主人公が女とか犬とかだと、役を作れる自信がないから。主人公は10歳の少年だ。けど、うまく演じようとしなくていい。これは治療だから、ありのままの君でいいんだ。自分がその世界の人間になったつもりで、なるべく自分や相手の気持ちを考えながら行動してね。心得た。それじゃあ、電子麻酔を起動するよ。おやすみなさい。おやすみなさい。始まったのか。小さい手だな。確か10歳の少年だったか。どこかに鏡は。これは確か子供の時の俺の顔だ。いや、考えてみればそうか。これは乖離性障害の治療なんだから、
俺があまりにも感情移入できない姿にはならないんだろう。ああ、ヒョウジ、目を覚ましたんだね。君が劇中の登場人物に極端に危害を加えたり、あまり遠くへ行っても強制的に物語本来の展開に押し戻されてしまうからね。チーム30秒です。おーい、サブトロだぞー。え、お前ら聞いてないぞ。超天才の私が一人で作っておきましたよ。マジで？異例ゲーム IC メンソーレナオスルコアプダクションのロングバージョン収録。来るの歌詞はご覧の URL からご自由にお取りください。それからアルバムでまとめてカウント2曲お得だよ。本来値段が付けられない曲のための措置ですね。わかります。こういう話をするな。5秒前、所長決めてください。プレイストアに出願だ。ああ、ヒョウジ、目を覚ましたんだね。なるほど、こうなるわけだ。ジョージ、俺のことか。うん、意識は禁じてる。これ、何本？3本。よかった、もう大丈夫だね。意識の確認をされたってことは、俺のキャラクターは気絶していたのか。ともかく、今は情報が欲しいな。ああ、待ってくれ。実は俺、記憶喪失みたいなんだ。君が俺の友達や兄弟だったら許してくれ。自分が誰で、ここがどこなのかすらわからないんだよ。そうか。無理だな。あんなことがあったんだから。僕はリック。安心して、君のは初対面だ。でもこれから友達になろうね。君の名前は、ヒョウジ。テロリストに交流されていた未定アダム人家族の生き残りで、アムダリで保護されて治療を受けていたんだ。ただ、残念ながら、君のご両親は殺されてしまった。なるほど。それでここはどこなんだ？なるほどって。ショックじゃないの？ご両親が殺されたんだろ？いけね。ああ、だってその、覚えてないから。多分、何も思い出せなくなるぐらい辛かったんだろう。そうか。そうだよね。ごめんなさい。きっと思い出さない方がいい。大丈夫。君はこれからキッズルームで僕たちとチョックがするんだ。キッズルーム？うん。LOG という機関が経営するテルビムの児童コミュニティセンターで、身寄りのない子供が住む養護施設でもあるところだ。だから、これからのことは何も心配しなくていい。ありがとう、リック。大体の事情は分かった。だが、どうしてアブダビで保護された俺がテルアビブ、イスラエルで寝かされていたんだ？それについては、君がすぐに信じられる話じゃないけど。いいや、行ってしまおう。世界には脳が異常な発達をすることによって特別な力を使える人間がいる。そして LOG 中等支部キッズルームはそんな特殊能力を持った子供を研究保護する施設だ。ジョージ、君はテロリストに監禁されていた時、極限状態に追い込まれて能力が覚醒した疑いがあるようだ。アブダビで君を引き取る予定だった君のお父さんの妹、つまり、おばさんが NOG 職員だったから、それに気づいた彼女が、君をこのキッズルームに移送したんだよ。要するに？簡単に言えば、君は超能力者になって、テロ組織の元から脱走してきたってことだね。そして、これからは君と同じように特別な力を持った子供たちと一緒に暮らすんだ。仮に信じるとしよう。それで、俺はどんな力を持った子供なんだ？目指しは済んでいるけど、まだ具体的な能力名は断定できない。何せ君はさっき目覚めたばかりなんだから、僕が数論が当たっているか、少しテストしてもいいかな。どうぞ。正直、僕たちがいるのはどんな場所か、その特徴をもうすぐ限りに言ってみて。どんな場所か？まずここはイスラエルのテルアビブにある、キッズルームという施設だ。俺たちがいるのは建物の2階。3階はなさそうだけど、天井裏は物置になってそうだ。ネズミが住んでる。それから1階には大人がいて、一人はシチューか何かを煮込んでる。多分女だ。もう一人は男で、今かな。で、何か工作作業をしている。いや、もう一人いるな。多分俺たちと同じぐらいの少年。車の音がするから、多分道路沿い。窓からかすかに潮の香り。結構海岸の近くか。待てよ。ちょっと丘の上だな。この感じはだいたい海抜20メートルぐらい。街路樹はヤシの木で、郊外のようだが小さな店がいくつかあって、人通りはそこそこ。時折風に乗ってくるシンナーの揮発感。誰かがペンキを塗っている。
あるいは壁に落書きでもしているのか。そこまではなんとも。近所にツツジとナラの木がたくさん生えてる林がある。クワガタやコガネムシがたくさんいて、どんぐりがよく取れるから子供が集まってくる。あ、そっか。これは林じゃなくて公園だ。ん？気づいたか？どうして俺、は？なんで俺こんなとこまでわかるんだ？やっぱり僕の思った通りだ。そう、外見の公園には火山遺産がある。でも普通の人間なら、工程を別にそれに気づくはずがないんだ。しかも、さっきからこの家では、外の車が何の音も聞こえなかった。いかにいる人間が、恐れか子供かも、天井にネズミがいるのかも、わかるはずがなかったんだ。まして、部屋のドアもこの窓もしっかりと閉まっている冗談ではね。閉まっていた？嘘だろ。確かに磯の香りとシンナーのスッとする感じがしたのに。つまりそれこそが君の特殊能力なんだ。先日の検査の結果、君の脳と反応皮膚は極端に発達してた。おそらく君は普通の人間が感知できないほどわずかな湿度や気圧の変化、空気中の成分を感じ取って、共感で少し瞬時にあらゆる物事を見極めることができるようだ。一言で言うならば、ダウザーかな。ダウザー？要するに、振り子で油田や水脈を探し当てるようなものか。君レベルならそういうものを使わなくても同時役できるよ。何せ君は両手を縛られ目隠しされた冗談で銃やナイフを持った大人の目をかくくって人気で無理にしがんしろで踏んでたんだから。それは確かに超能力でもない限り不可能だ。ごめん、寝起きの君に頭を使わせすぎちゃったかな。今日ももう遅いから施設やみんなの召喚は明日にしよう。え、もういいのか。うん、記憶を失った冗談で話して疲れたでしょ。今夜はゆっくり寝た方がいい。それじゃあ教授、おやすみなさん。あ、おやすみなさい。おはよう、ジョージ。あ、おはよう。どうだった？夢の世界は。合成音声の質が少し雑だったかな。聞き取れなくはない。とりあえず、情報を整理させてくれ。物語の主人公はジョージ、10歳の少年。アラブで家族全員テロリストに拉致された。それで監禁されている最中、超能力ではなく、超能力が発動し、ダウジングができるようになる。その力を使って、脱出不可能のテロ組織から脱出。それゆえに、超能力を研究する児童保護施設、キッズルームに保護されたと。飲み込みが早くて助かるよ。次回の物語では、他の能力者も登場するから、楽しみにしていてね。最後に、一つ心理テストをする。了解。あなたは発明家です。ロボットを作りました。ロボットは素直で、悪いことを知らないので、人々から天使と呼ばれました。ところがあなたが、ロボットの知能をアップさせ、善悪の区別を教えると、ロボットは人を殺してしまいました。なぜだと思う？殺した人間が悪い奴だったから。なるほどね。おい、テストの結果は教えてくれないのかよ。そうだな。まあ、今度同じ質問をするときまでに、いろんな答えを考えてみてよ。もっとロボットの気持ちになってみるといいかもね。なんだそりゃ。ジョージ君は、ダウジングが得意なんだよね。ああ、リックが言ってた。心理が。感情が、薄いのね。死人みたいだわ。他の子供に興味を持つのは、君にとってとても良い進歩じゃ。あのクローゼットの中の男の子は誰なんだ？